はい、今日は100均のこのダニ除けアルミ保温シートで室外機を守るやつを作りたいと思います。これ実家から持ってきた、かっぱらってきた100均かさんかなんかの工作用プラスチックボードを使って作りたいと思います。一旦止めます。はい、この青い紙、青い板を利用してこうやって線を引きました。はい、ここから切っていきたいと思います。我ながらいい出来になったと思います。ここ、まずだ、90センチあったんで、13センチ切りました。なんとなく。室外機が65.5センチだったんですけれども、このプラスチックボードが、59.4センチなので、65.5足りないわけですよ。足りないので、まあちょっとこうはみ出してもいいかなっていうことで、まあ僕は結構あるもので工夫して作るタイプなので、で90センチだと長くて、この長い分がこれ垂れちゃって、こうファンに引っかかったら嫌なんで、室外機の。なので、まあ気持ち77センチにして13センチぐらいカットしました。なので、まあ、ここ、はみ出てた分、ここ、まあ、半分になるように、こう、目印つけて、はい、やりました。その結果、うまくいきましたね。で、ここ、まずガムテープで、くっつけて、左右。で、その後、この透明なテープで、つけました。なんで、ここはガムテープかっていうと、やっぱガムテープ、しかもこのガムテープは布のやつなんで、耐久性あると思うんですよね。でも、こっちにやっちゃうと、裏返した時にガムテープの色出ちゃうんで、ガムテープの色が出ないように、この透明なものにしました。で、結果、こういう感じになったんですけれども、出来かなりいいと思います。はい。これ100円、しかも100円、買えばだから200円、210円で作れます、これ。うん。いいでしょ、これ。室外機の上にこれ乗せて。で、しかも、ここ、そんな垂れるかなと思ったら垂れません。なんで垂れないかっていうと、おそらく、ここテープで固定したことによって、ここが硬くなったんで、こう、垂れ下がることがなくなったのかなと思います。こっちも、両方とも、ここが硬くなって。はい。まあ、こんなんでいいかなと思います。で、あとは、この室外機に取り付けるときに、これ4箇所、4点、穴開けて、これで、穴開けて、このビニールテープっていうか、スズランテープっていうんですか。これで固定したいなと思っております。はい、以上です。あ、我ながらいい出来になりましたね、これは。はい。以上です。何かの参考になれば幸いです。なんですけど、この青いやつは、青いボードは、実家にあって、お父さんがもう全然使ってないやつをかっぱらってきたっていうか、かっぱらってきたっていう表現悪いですけど、もう使ってないんでもらってきたやつです。で、このアルミシートもわざわざ買ったんではなくて、僕が持ってたやつなんで、たまたま。なので、実質0円なんですね、作ったのは。まあ、買うとすれば210円という形です。なので僕は基本的にこう、あるもので、なるべくお金の予算をかけずにやれたらなって思うタイプなんで、DIY ってそういう感じでいいと思うんですね。ということで何かの参考になれば幸いです。補足説明でした。はい。おおむねいい感じに仕上がったんじゃないかと思います。結構疲れました。ということで何かの参考になれば幸いです。皆様いつもありがとうございます。感謝してます。愛してます。